これまで幾多のドラマを生んできた鴨池陸上競技場、今日は爽やかな秋晴れです。第83回全国高校サッカー選手権大会鹿児島県大会の決勝戦、鹿児島城西対鹿児島実業。ではここで両校の横顔をご覧いただきます。4年ぶりの国立を狙う鹿児島城西、注目は2人の得点王コンビ。去年この大会で得点王に輝いた西田剛、10番の西田、そして今大会大暴れしている大型ストライカー西宮慎治、4試合で8点を叩き出し現在得点ランキング単独トップに立っている。対する果実は2人の国立コンビが引っ張る。去年国立で行われた準決勝、同点ゴールを挙げたのがこの男山下慎太郎。大事なところで点を取れるストライカーは今大会6得点。そして J リーグ5球団からオファーが来たという九州ナンバーワンのセンターバック岩下圭介、この2人が果実4連覇の鍵を握る。エリート戦隊城西か無敵艦隊果実か、勝負の行方は80分後に決する。得点王コンビ対国立コンビ、どちらに軍配が上がるのか。放送の解説は羽中田正史さんです。全国制覇を狙う無敵艦隊鹿児島実業はこのまま鴨池を飛び出して大海原を突き進み国立へと邁進するのでしょうか。それに待ったをかけるのが進化し続けるエリート戦隊鹿児島城西。国立への切符をかけた頂上決戦は去年と同じカードとなりました。青のユニフォーム城西、右にエンドを取った果実のキックオフで試合が今始まりました。まずは長いボールを蹴り込んでいきます。湿度 59%、 東南東の風1メートルというコンディションです。14番左に開く6番の上村、折り返す、誰に焦るか、渡辺もいる、どうだ、ゴール前パンチング、まだあります、いました、シュート、クリアします。いや、こぼれ球がいいところに勝ち取りこぼれまして、はい、決定的な場面ですよね。そうですね、少し情勢硬いかもしれないですね、はいはい、今あのゴール前でマンツーマンで行ったと思うんですけども、突き切れてなかったですよね。そうですね、はい、さあコーナーキックが続きます。今度はどうでしょうか、岩下ファーポスト打ち切り、ヘディングシュート、いい積極的な姿を見せているのは果実ですね。そうですね、でどちらかというと情勢の方はこう様子を見る、はい、あと緊張感が少しあるみたいですね。そうですね、今日は試合開始3時間近くも前に競技場に入りました。何をするのかと思いましたら、はい、控室に大型テレビビデオを持ち込みまして、はい、試合開始ギリギリまで果実のこれまでの試合の映像を何度も何度も繰り返し見ていました。あ、そうですか。果実の選手の特徴、それから攻撃パターンはですね、もう部員全員が頭に叩き込んでいるといった状態ですね。チャンスですね。さあ5番の岩下がボールを蹴ります。グラウンダーのパス、山下、もう一度岩下に戻す、10番山下、大脇、上村、あとが城西と対するのが果実です。その果実のベンチを聞いてみましょう。こちらは阿部悦子アナウンサーです。果実ベンチです。選手たちのムードは最高潮です、はい、今日選手たちは笑顔で会場入りしました、はい、控室の中ではウォークマンなどを聞きながらリラックスした雰囲気だったんですが、やはりここは果実イレブン、勝利の意気込み、パワーが全身からみなぎっていました。そうですか。さあ、そして松澤総監督、試合前の指示はとにかく先制点だ、やってみないとわからないが、あとは選手に託します、うん、そう穏やかな表情で話してくれました。そうですか。ここは愛好がいいディフェンスです。川崎のロングスロー、ニアまでボールが飛んでいく、西田のヘッドがクリアします。またボールを拾っていく城西、10番西田、2番の川崎、前に東条がいます。川崎、西田、岩下がこれは落ち着いています。八浦さん、ようやく両チームこの試合に慣れてきたという感じがしますね、はい、そうですね、落ち着きが出てきましたよね、はい、その落ち着きとともに城西のペースが良くなりましたね、逆に果実の方がちょっとこう攻め破れてるのかなって感じがするんですよね、はい、これはチャンスですけど。さあ6番上村、中に放り込む、ヘディングシュート、クリアします。このプレーです。6番上村、クロスを放り込んで飛び込んでいった11番の渡辺、ドリブルで持ち上がる10番西田、さあ西田前を向いた、
3人4人がチェックに行く。寄せが早い果実です。早いですよね、はい、キーパー押し越え。岩下のこのヘディング高さがあります。高いですね、はい、この5番の岩下は1年生の時からこの果実のセンターバックを任されています。実は2年前全国大会1年生で出場した全国大会 PK のきっかけを与えてしまいました。その試合果実は1対0で負けました。しかし岩下は言います。それがあったからこそ今の自分があります。そう言い切ります。岩下気品が漂います。14番東条、0対0の均衡が続いています。前半の27分、10番の西田。それを打開するには やはり果実の場合はこの山下君ですよね、はい、彼の意外性のプレー。さあ14番淵木、ここはいいディフェンス。前半の28分、いいボールだ、後ろへ来た、ヘディング5番愛好のヘディングシュートが決まりました。城西高校が先制しました。前半の29分、5番愛好のヘディングシュートが決まって1対0。ドンピシャですよね、このキック、はい、精度高いですよね、速さもあります。このヘディングシュート、いや走り込んできて本当にいいタイミングでもうボールを受けられたわけですよね、はい、ジュビロのゴン中山と大学時代2トップを組んだこともあります。さあ向こう側ヘディング、ポストに当たった、はい、それを破るにはこのセットプレーとかあと意外性あるプレーですよね。さあゴールシュート、ヘディングでクリア、まだあります。さあどうか、同点で折り返したいカリス、ロングスロー。セカンド狙いたいですね、どうだ、ゴール前、ゴールしている、クリアします、これもクリアし、終了間際、カリス怒涛の攻め、ゴール前だ、東条がクリア、そしてクリアボール、完全に前が空いている、7番の新中、逆サイドかな、ここはカリス、いや、セカンドボール拾っていく、情勢、ね、そうですね。はい、果実はやはりもう少しこうヒーローに使うというのと、あと上手見しろ、まあ、この辺はある程度つなげるんですよね。そうですね、いいパスが通りました。あっとこれ追いつきません。坪内、上村、大脇、いい展開です。6番上村、中に放り込む、上勢左にエンドを取りました。赤のユニフォーム果実、後半は情勢のキックオフで試合が始まりました。応援席、そしてメインスタンドのファンの方はゲームの流れに非常に敏感です。8番の豊田、おっとレフリーが流しています。抜けていく、15番大脇、大脇後半の8分が経過、白熱してきました鹿児島県大会の決勝戦。今度は山下、山下、山下、またいい守り受けて絡んでもらいたいですね、積極的に、はい、3番の重富です。11番渡辺、クロスが低いグラウンダーのクロスクリアされ、満を持して今姿を現しました。岡本さん、はい、果実ベンチです。9番加古井選手が、さあフリーで1対1、山下シュート、どうだ、こぼれている、取りました。果実このプレー、押し越えがよく手を出しました。依然情勢1点のリードが続いています。岡本さん、はい、果実ベンチです。松田総監督、後半初めてベンチを立ち上がりまして、はい、ピッチギリギリまで来て渡辺選手に檄を飛ばしました、ね、そうですか。その渡辺にボールが通りそうだ。ボールを拾っていく赤尾、面白いボールだ、どうだ、こぼれている、ヘディングシュート、どうだ、入ったよ、ゴール決まりました。同点、同点、鹿児島実業が同点に追いつきました。後半の17分、ようやく果実、城西のゴールマウスをこじ開けました。今のプレー、押し越えが落としたところ、9番加古井が決めました。9番加古井正解でしたね。そうですね、はい、松澤総監督の采配ドンピシャリ、今のプレー、
押し声がこぼれたところ、9番囲い狙っていました。いやよく本当セカンドボール狙ってあのヘディ、この選手権で全国制覇1回、そして全日本ユース優勝1回、合わせて2回の日本一を経験しています。いいパスが出た。また囲いだ。シュート。決まった。いや本当素晴らしいタイミングで打ちましたよね。そうですね、はい、もうここしかないというコース。ここでボールを受けてここからドリブル始めるのかなと思ったんですけども。そうですね、はい、囲い広継ぐ今日2点目。いやゴールは見てませんよね。そうですね、あのイメージの世界で打ってると思うんですよ、はい、イメージの世界でゴールキーパーの位置、ゴールマウス、ゴールの位置をイメージしてあのサイドを狙ってるわけですよね、はい、いや見事ですね。一つ落として3番持原、西田、うまく抜けていくと、ホイッスルが鳴りました。イエローカード、実の選手にイエローカードが出ます。さあどうか。あっとどうだ。面白い。でも面白い。いや今面白かったですね、はい、今のこのキックです。あ、狙いましたね。狙ってますね、はい、ここを狙いサインプレーがあったんですよね、はい、が立ち上がるということで、大会直前に15人の部員がそのチームに移籍しました。同時に2つのチームに所属することはできませんので、移籍を希望した選手は自動的に退部となります。同時に15人もの選手が抜けた情勢は、今年決勝進出はおろかベスト4すら危ういので、さあフリーだ。止まれていく。決まりました。囲い今日ハットトリック。9番囲いハットトリック。決勝戦でハットトリック。9番の囲い。いやでも一瞬このパスに対してディフェンス、上線のディフェンスの足が止まってるような感じするんですよね。はい、オフサイドをジャッジしちゃったんですね、自分で。はい、このシュートです。ですから、はい、リスクを犯しても前から行く、カーチェック、高い位置でボールを奪うっていう、そういう意識を高めてもらいたいですね。そうですね。地元、柔らかいボール、向こう側。ちょっと出足が遅れてますね。そうですね。そして前線送ろうというボール、3番持原がクリア。この3番の持原は両親を亡くして今年で10年になるそうです。天国、卒業後はサッカーはもうやめるそうです。さあいいパスが出ました。西田1対1。どうだ。さあどうだ。シュート入った。面白くなりました。また城西高校1点を返しました。これで3対2。岩下君が足をなんか痛めてるようなんですよね。そうですね、はい、それによってオフサイドラインがかなり低くなってしまって、こういう状況が生まれたわけですよね、はい、足つったんですかね。そうですね、立ち上がることができません。そして悔しい話していました。城西の応援席は逆転を信じています。そして今5番の岩下、こちら手前松澤監督、総監督、こちらが国防官、今上がってきました。吉本の右足、もったいないですねこれ。動作に対して指示を出しています、はい、城西ベンチ国母監督、指示がシンプルになってきています。あっと、もう体を張ったディフェンス果実です。ここは攻めている城西。3番の持原、精度が欲しいですね。クロスのどうだ。あっとダメです。ルーズボール、また拾っていく7番の新中。新中が左へ、3番の持原中に入れる。面白いぞ。さあどうだ。この40分を回りました。ロスタイムの表示は3分です。ユニフォームファーポストスクランブル状態、同点に追いつけるか。城西どうだ、うん、ヘディングシュートを追いかけます。ロングスロー、こぼれたところ、こぼれた。さあシュート打てるか。ここは山下ドリブルでゆっくり、山下11番渡辺、ここは攻め急ぎません。果実、早く攻めたい情勢です。新中、4番の三代、情勢はディフェンスライン上がってもらいたいですね。そうですね、みんなで攻撃してもらいたいですね。14番東条、ここは中盤で蹴り合いになっている、うん、ここでホイッスル、試合終了です。
第83回全国高校サッカー選手権大会鹿児島県大会の決勝戦、鹿児島実業が4年連続21回目の優勝を飾りました。八浦さん、はい、この決勝戦振り返ってみていかがですか。いや、見事な面白い内容のゲームでしたよね、はい、で囲井君がやはり流れを変えたんでしょうね、はい、ハットトリック、これは素晴らしいことですね、はい、ただ情勢もよくやりましたよね。そうですね、最後の最後まで諦めずに粘ってくれましたよね。で攻撃 その広い攻撃、はい、あと個人能力 そのテクニックの高さというものを感じましたよね、はい、見事なチーム作ってくれましたね、はい、満面の海は今日ハットトリックの囲井です。情勢のイレブンがピッチにうずくまって立ち上がることができません。全国制覇、単独優勝に向けて果実が鴨池を飛び出しました。高校生たちが夢舞台国立競技場を目指す熱い冬、全国高校サッカー選手権鹿児島県大会の決勝は、今シーズン県大会を一度も制していないチャレンジャー鹿児島実業と、去年の選手権、新人戦、高校総体と県大会3連覇を達成しているチャンピオン神村学園の対戦です。それでは決勝戦の見どころをまとめた VTR です。ご覧ください。2年ぶりの優勝復権を狙う鹿児島実業、今大会ナンバーワンの守備力を誇るディフェンスライン、準決勝では鹿児島情勢の猛攻をしのぎチームを勝利に導いた。その中心は伝統の果実魂を受け継ぐ男、小田原佑。相手のエースに仕事をさせない体を張ったディフェンス、さらには彼の一蹴りが攻撃の起点ともなる。まあ、3年間ずっと全国っていうのを目標になってきたんで、決勝も必ず勝って全国に行きたいなと思ってます。対するは2年連続で国立を目指す神村学園。なんといってもその攻撃力が最大の武器。今大会も4試合で39得点と他を圧倒している。注目は J リーグ清水エスパルス入りが内定しているミッドフィルダーの長畑優希。変幻自在、縦横無尽にピッチをかけるドリブルは破壊力抜群だ。特に意識してないですけど、勝ちたいですね。鉄壁のディフェンスを誇る果実か、それとも超攻撃サッカーを掲げる神村か。勝負の行方は80分後に決する。すらしてその川崎の前、シュートを打ち切ることができません。さあ今度は長畑です。あ、ここはしっかり体を入れた。前半21分が経過しました。まだ得点がありません。左サイド流れていく。さあこれはどうだ。16番下園、この位置クロスボール、いいボールだ。さあフリーだ、シュート、おー入った。前半22分、11番内倉、先制ゴールは鹿児島実業。伝統の力か、勝利への執念か。ドリブルがあるか、2人でチェックに行く。ワンツー、厳しい守備をね、果実もしますよね。10番佐藤、どんなボールを蹴り込んでくるか。お、低いボールだ、これは面白い。さあスルーをしてシュート、同点、同点、神村学園追いつきました。21番、今大会初スタメンの山下が決めた。徹してますよね。はい、その10番の川崎ですが、実は準々決勝で、おっとこれはシュートに打った、これも入るのか、入るのか、ポストです、ポスト。さあ山下から
戻して飛田、低いボールだ。逆サイドフリーの選手がいる。8番村上がいる。抜かれてしまったら本当に1点かというぐらいのピンチの場面でしたよね。そうですね、チャンスをかなりね相手に与えてしまうシーンでしたね。さあ前半、そうですね、確かに前半の初めはそんなにボールを持つシーンなかったんですけども、だんだんこうボールを持つシーンが出てきたんですけども、なかなか果実もねそういうところは分かってますからね。おっと、これは鹿児島実業小田原タスクキャプテンが出血をしています。ちょっと接触プレーがあったんでしょうか、まぶたを切ったんでしょうか。さあ小田原タスク、内田さん止血はどうでしょうか。内田さん、ようやくこれは小田原が戻るようですね。はい、果実5番キャプテン小田原タスク今戻ります。頭に20も30にもテーピングをして今から戻ります。非常に苦しそうな痛そうな表情をしていますが、ピッチに今入ります。戦う男の顔に変わりました。さあその小田原が戻りました。小田原、さあボールを奪った内倉、戻して下園、下園から、ああいいランニングですね。いいボールだ。さあどうだ、大空が要求している、シュート、キーパーです。もう一度しています。さあその大山、早速ボールが渡った、落として柿原のクロス巻いてくる、どうか小田原、テーピングを巻いた頭で額でボールをクリアします。前田、さあ川村武蔵クロスボール、ここで長い笛です。100分間戦って両チーム1対1、正月の全国大会出場をかけた県大会の決勝はこれより PK 戦です。プレッシャーのかかる1人目、鹿児島実業はキャプテンが蹴ります。小田原、守るのは寺師。どうだ、決めました。ゴール右隅に決めました。落ち着いていますね。そうですね、比較的最初っていうのは大事なんですけども、意外とまあ外してもですよ、後があるっていうことを考えればまだリラックスできるんですよね。そして一方の神村学園、1人目は16番長畑です。こちらも決めました。これで1本ずつそれぞれ決めています。PK 戦、鹿児島実業2人目です。2年生の川村に任せます。途中から出場した川村、どうだ、低いボールを打ってきました。黒岩大成、去年の選手権県大会準決勝、鹿児島城西に PK で敗れた苦い経験があるが、どうだ、触れた、いやーコースは読んでいました。黒岩ねじ込んだのは鮫島、その苦い経験を、悔しさをバネに1年間トレーニングを積んできました鹿児島実業の黒岩大成。さあ3人目、13番の北原、こちらも決めます。
2年連続で PK で敗れるわけにいかない、そんな思いでしょうか。 PK 戦両チームとも冷静に、ね、決めてますね。はい、そして14番の五稜、たびたび決定機を作ってきた五稜、決めます。両チーム3人蹴ってミスはなし。さあいよいよ PK 戦4人目に入ります。先制ゴールを挙げた11番の内倉、ふっと一息吐いた。川崎も祈る。どうだ、決まった。力強く蹴り込んでいきました11番の内倉。川崎はこの表情です。さあ神村学園プレッシャーがかかります。柿原です。落ち着いています。いよいよ PK 戦5人目に入ります。守るのは寺師、蹴るのは陣、決まった。さあ神村学園5人目です。キャプテンの小田原は手を合わせました。黒岩大聖、あの PK 戦から1年が経ちました。丸のどうか、浮かした。鹿児島実業 PK 戦、去年敗れたあの悔しさ、1年越しの PK 戦の勝利、神村学園を下し全国大会です。立ち上がることができない神村学園。解説は高木拓也さんです。高木さん、すごい試合でしたね。そうですね、最後まで、まあ、PK 戦というのはサッカーのゲームの中で、まあ、重要なところかもしれないですけども、その前の中でも緊張感を持って、ね、やってましたし、はい、PK までこういう緊張感がある、ね、ゲームをよくできましたね。そうですね、神村学園のイレブン、全国大会2度のベスト4という大きな結果を残しました今年。伝統校果実を相手に本当に立派な立派な試合でした。